大門は古代ギリシア及びヘレニズムにおける神話、宗教、哲学に登場する、人間と神々の中間に位置する、あるいは前世あるいは悪性の超自然的存在で、海の神格や信大英雄の例などを指す。和訳例は、鬼神、神霊、精霊。大門はユダヤ・キリスト教のデーモンをも指し、デーモンに相当する西洋諸語は、これより派生したものである。 主として古代、ギリシアやヘレニズム哲学における大門に対して、大門という故障を適用し、ユダヤ・キリスト教における大門、デーモンには、デーモンという故障を適用して、両者を区別するのが通例である。兵士を出す、新闘記では、パエトーンは、大門に変じて、目に見えない存在となるが、パンドーラーが解き放った人類の災いは大門では、なく、ケールであるとされている。 また兵士オドスは、ゼウスのおぼしめしによって、黄金時代の人々が大門に変えられ、善意を持って死すべき人間たちに役立つべく守護神の役割を果たすようになった様を描いている。同様に、警護されている英雄や創立者の大門は、神殿根流によって、そこに泊まり、立ち止まって、それに祈りを捧げる者に幸運と庇護を与えるとされた。 大門は基本的に悪いものとはみなされていなかった。大門という言葉はまた守護神として働く黄金時代の人々の魂を指した。目に見えない危険な回の霊的存在としての大門という概念はプラトンとそのデシクセノクラテスが生み出し他のネオプラトニズムの要素とともにキリスト教の恐怖の著書に取り込まれた。旧約聖書では 死式と列王記などに悪霊が登場している。ギリシア語を使用するアレクサンドリアのユダヤ人が訳したギリシア語訳旧約聖書である72に約聖書では、マラクがアンゲロスと翻訳される。一方、神的ならざる精霊の意味は、大門という言葉によって担わされ、ヘブライ人の近隣の空像神や違法の神、ある種の敵対的な自然霊や自然の悪しきものを意味する。 ヘブライ語の単語、シェリム、セイリムは、大盲音と翻訳された。新約聖書のギリシア語原点における、大盲音の語の使われ方により、遅くとも、期限2世紀初期には、聖書以外でも、ユダヤ・キリスト教の悪霊の概念に対して、このギリシア語を当てるようになった。カーネリアンに、ソクラテスの肖像を刻印したもの、ホメロスの著作では、C タイプシロンとデルタアルファ・ミュウニュイプシロン、 とは、実質的に、同義語であったが、後のプラトンらはこの二つを区別して、扱うようになった。プラトンの、クラテュロスでは、デルタアルファミューニューイプシロンの語源を、デルタアルファミューニューイプシロンとしているが、実際にはこの言葉の語根は、デルタアルファオメガである可能性が高い。ダイモーンは、個人の運命を握っているとされ、いわば運命の配分者であった。プラトンの、共演では、 ミコのディオティーマがソクラテスに対して愛は神ではなくむしろ偉大な大門であると説く。彼女はさらにすべての大門には神としすべき人間の中間にあるのですと語り、大門は人間に属する事柄を神々に、神々に属する事柄を人間に解釈し伝達するのです。例えば人間から神へは単願と生贄を、神から人間へは法令と報酬を、 ということです、と説明する。プラトンのソクラテスの弁明の中でソクラテスは自分にはダイモニオンというものがあり、間違いを犯さないように声の形でしばしばソクラテスに警告したが何をすべきかを教えてくれることはなかったと主張した。ただし、プラトンの描くソクラテスはダイモニオンがダイモンだとは全く述べていない。それは常に非人格的な何かであり、印であった。 ヘレニズム期のギリシア人は大ーンを良いものと悪いものとに分類し、それぞれエウダイモーン、カコダイモーンと呼んだ。エウダイモーンはユダヤ・キリスト教的概念である守護天使や心理学でいう上位自我に似ている。それは死すべき人間を見守り、彼らが災難に遭わぬようにしている。このため、幸運は大ーンの働きの賜物であるという考えから、時義的には、 エウダイモンを有している情を意味するエウダイモニアという言葉は幸福を意味するようになった。これにルイヒシュール、ローマ人のゲニウスは個人につきまとう守護神であったり場所に取り付いてそこを守るものであった。危険で多くの場合、邪悪ですらある低級の精霊というダイモンの観念はプラトンとその弟子クセノクラテスがその起源である。そのため後世の人間が ホメロスの著作を解釈すると意味の歪曲が起きた。プラトンの和法から解き放たれることは名前優しいことでは、ないとバルター・ブルケルトは述べている。大門はギリシア神話やギリシア美術にはほとんど登場しない。ケールと同様、感じられるが見えないものとされていたためである。唯一の例外として良い大門のアガト大門がある。特にディオニューソスの聖域で儀式として、 ワインを飲む際に、アガト大門に剣先する習慣があり、その神秘的存在は、図像学的には、地中の蛇で、象徴的に表された。プラトンの時代以降、アレクサンドロス三世が自ら始めた、君主崇拝の中で、君主自身ではなく君主の守護神である大門を、崇めるようになり、ヘレニズム期には、大門は守護している人物の外にあり、本人に霊感を吹き込み、 導くものとされていた。同様に、一世紀頃のローマでは、アウグストゥスのゲニウスが崇められるようになったが、その区別は徐々にぼやけていった。大盲ンは、ネオプラトニズム哲学では重要な存在であった。ネオプラトニズムにおいては、エロースが神々と人間の中間的存在とされたように、大盲ンは、悪霊というよりも、むしろ半身に近いものであった。 キリスト教がプラトニズムを受容する際に、エウダイモーンは、天使と同一視された。キプリアヌスはその著、偶像神の虚栄についての中で、異教の神々を、エウヘメロス的欺慢だとカッしたが、これはダイモーンについて述べたことであった。ダイモーンはたやすく堕落し、その堕落を他者に移そうとする不純なもので、人を惑わし、騙し、真実を見えなくし、信じやすい。 愚かな民衆を誤った方向に導くとした。このようにして、大門は、キリスト教的デーモンに移り変わった。北アフリカのアプレウスは、ソクラテスの神についての中で、大門は、種類としては生きた存在であり、理智の面では、理性的な生き物であり、精神面では多感であり、身体面では、空気のようなものでできており、時間においては、永遠不滅であるとし、 その5つの特徴の内前の3つは人間と共通で4番目は大門固有のものであり5番目は神と共通だが神よりも弱いとしたギリシアやローマの神々は完璧な展開に住み人間界の事象には煩わされないと考えられるようになっていった一方大門は地上にいて感情を持つとされ後に良い大門と悪い大門に分けて考えられるようになった ウアレンティノス系のグノーシス派は、様々な事象に対応する大門を考案した。すなわち、予言、動物、国家主語、職業などの大門である。ヘルメストリスメギストスの競技は、異教とキリスト教の双方の大門、デーモン概念の一つの源泉となっている。というのも、ヘルメス先週においては、大門たちは、思考点に向かって、魂が昇っていく。 途上の書店級の門番の役を務めているとされているからである。中世早期のザンクトガレン修道院の典礼書は、以下に引用する謙遜する最古の周遊の秘跡の祈祷に見られるように、上述したような天使的霊たちがいるという信仰が引き継がれていたことを承し立てている。聖油であなたを清めます。戦闘に赴く前にその身に油を塗る戦士のように、あなたが、 空中の霊の群れに打ち勝つことができますように。あの世への旅路は上層の空中のデーモンたちのはびこる領域を通り抜けるミグラチオであると考えられていた。ありがとうございます。